日本神奈川県横浜市中区、山下町横浜マリンタワーから、山下町海側を望む。手前は、山下公園。中央上は、ベイブリッジ山下町は、神奈川県横浜市中区の地名。定番を持たない、単独町名である。住居表示未実施区域。郵便番号は231-0023 23。館内の一部であり、港未来線の元町。 中華街駅がある。口述のように外国人居留地であった歴史を持ち、その当時に振られた地盤が21世紀に至るまで住所として使われている。開港以前の地名は、武蔵国倉木国横浜村。元来の横浜村は、現在の山下町の区域では、南門通りと開港通から海岸寄りの部分のみであり、これより、内陸側は入り海であった。 その後、大田や新田と横浜神殿が造成され、全域が陸地となった。横浜公海港に際して設置された外国人居留地を前身とする。山下の故障は同じく外国人居留地であった山手と交互するものである。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。山下町では、山下公園通り区地区計画及び、山下町本町通り区地区計画の都市計画が決定され、再開発計画が進められている。山下公園通り地区は、神奈川県民ホールや横浜マリンタワーなどがある、山下公園通り沿いの区域で、歴史的建造物等を保全しつつ、 魅力的な都市景観の創造を目指している。一方、山下町本町通り地区は、神奈川ドームシアターなどの跡地となっている本町通り沿いの地区で、2010年に先行の B-1 地区にて、神奈川芸術劇場と NHK 横浜新放送会館からなる複合施設が完成している。また A 地区及び、 B-2 地区については、開発事業者の一つであるゼファーの経営破綻により、開発が中断され、しばらく新たな開発計画が出ないまま駐車場となっていた。その後、A 地区では、ハイアットリージェンシー横浜、B-2 地区では、ヤマト辞書及び、スペースバリューホテルディベロップメントントによる、国際的なラグジュアリーライフスタイルホテルの開発が、それぞれ決まっている。 ホテルニューグランド、ありがとうございます。